なぜそれを歌うのかもしたか。なぜ人は言葉を持ったか。それは分かり合いたいという心。寂しさからだ。声を重ねて力を増したか。だがまさか不条理の執行に無効化されない。あれが生きてきた人を舐めるなよ。集いしなら次の恩恵は死の姿へ。新精進の輝きで聞こえる。こっちが神殺しなら、こっちはシンフォギア殺しなのだ。この希望燃え切らせし最後の歌。消えてやがる。これでエクストライブの力なのか。違う。だけどまるで異操作障壁を突破するかのように。センチエネルギー振り切れました。周辺脅威レベル増大。神話級特異災害開学します。肉山をより城とするシェムハはここからが本気みたいですよ。言うなればシェムハ決戦隊、まさしくデウス・エリス・マキノとなって。我が欲したのは権威や力などではない。その先にある未来だ。思いつく限りの言葉で気持ちを伝えきりたいと。あがけることこそ人間の力。ごとき可能を再足りないことは支え合って。我らであっても独立した子を備える意志を作家して激突する。強くなることは祈り続けた。それでは完全なる存在とは言えぬ。神とはちゃんちゃら。光になれ。ゆえに我もこの実験場にて個の統合を試み夢と見た。殴り褒めの太鼓の歌。みんな誰もが痛みに傷つき分かり合えぬ夜に涙しない未来のために。ミク、また後で。響も気をつけてね。今度はちゃんと言葉にしたい。分かり合うことすらままならぬ不完全な言葉にか。その言葉で伝えられぬお前への思いを秘めていたからこそ、このよりしろは刹那に我を受け入れたというのに。ピクが…だがせめて散り際は白銀にきらめくがいい。